はい、では今日はマリさんのご紹介でお名前の方よろしくお願いします。はい、長谷部雅也と申します。長谷部さんです、よろしくお願いします。で今日はね、こんな素敵なところなんですけど、どこかと申しますと、長谷部さんのあの勤務先、はい、そうですね、はい、ここはですね、なんだっけ、ホテル日光バリベノアビーチのなんとスイートルームに今日はご案内していただいて、すごいいい景色なんですけど、後でね、うん、ちょっと映像を撮るので、それもちょっと今流れてると思いますけどもう本当にね、オーシャンビューというか、まあ、オーシャンフロントですね、ここね。そうですね、はい、ルーフトップの目の前はベノアビーチで、もうすごいお部屋なんですけど、ここからお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。もう長谷部さんとは初めましてなんですけども。そうですね、初めましてですねこちらのホテルの総支配人ということで、はい、よろしかったですか。はい、はい、ということで、じゃあここのその勤務、バリ勤務になったっていうのは何年前だったんですかね。バリに、まあ、こちらに来たのは2020年の3月ですね。2020年3月ということは、はい、コロナとともに。そうなんです。って感じですよね。すぐですね。そうですよね、はい、だって2019年の12月になんかざわざわし始めて、うん、中国で、はい、3月って言ったらちょうどニューピーナー開けた後にバリもロックダウンになって、うん、そうなんです、まあ、来てすぐニューピーではい、はい、でもうロックダウンでもうホテル、そうですね、もう開店休業状態ですよね、うん、このじゃあ2年もうほとんど何も打つ手もなくっていうか、まあホテル自体は、まあ、あの一度も、はい、クローズはしてないんですけど。そうなんですね。まあ、とはいえなかなかやっぱりお客様いらっしゃらないので。そうですよね。 もちろん宿泊客がゼロの日もありましたし、うん、ですよね、うん、すごい時期に転勤になったんです。そう、まあそうですね、あの、まあ、ギリギリ来れたって感じですね。あ、 そうだね。あ、そうそうそう、1ヶ月ずれてたらもう入れなかったんで。そうですね、空港もね、うん、すぐ閉じちゃったんで。そうですね。そうか、じゃあその前っていうのはどこにいらっしゃったんですか。バリに来る前はバンコクに、バンコクの、はい、3年おりまして、ずっと日光ホテルの。そうですね、バンコクは実は日光ではなくて、うん、あの、まあ、同じグループなんですが、はいはい、大倉のホテルが。大倉のホテルにいらっしゃったんですね、はい、でその前はずっと、その前は、東京の本社に14年間あ、14年間もいらっしゃったんですね。へ、はい、すごいすごい、じゃあ海外はそのタイとバンコクとバリだけですか。うんうん、その前に、ロンドンにも3年いて、はい、でその前が海外でいうとグアムにも。あ、グアムの日光、はい、まあ、一時期、はい、はいはいはい、私もお食事だけ行ったことありますよ。あ、本当ですか。そうですね、あのグアムの日光、まあ、グアムはね、やはり日本人のお客様にとっていっぱいいますもんね、まあ、行きやすい ね、 ね、そうそうそう、私もグアムかハワイの南国が好きで、うんうん、まあ、いつかこうそういう南国に住めたらいいなと思ったんだけど、うんうん、その当時は全然バリの候補がなくて、うん、確かに、ね、知らなかったから、うんうんうん、バリを。そうそう、なんかだけどなんかやっぱビザがすごい大変じゃないですか、アメリカ圏って、うんうん、そうだからもう住むのはちょっと難しいんだなと思って。確かに、ね、諦めてかけてた頃にバリを知って、そうで、バリなら、あ、住めるじゃんと思って。なるほど、ね、そうそうそう、来たんですけど、うんうんうん、まあ、私も、まあ、会社に、まあ、入社した動機も、うんうん、まあ、基本的には海外に勤務したいと思ってて、はいはいはい、あ、そうだったんですね。で、まあ、やっぱり第一希望はアメリカに住みたいと思って、うんで入社したんですけど、まあ、あの入社した時は、まあ、アメリカに7つ日光ホテルがありまして、うん、はいはい、で、まあ、入社1年目の時に、まあ、その海外研修でグアムに転勤になって。あ、そうなんですね、はい、
じゃあ最初の海外がグアムだったんですね。で、まあ、本当はアメリカ本土だったり、うんうんうん、まあ、ハワイに私も住みたいなと思ったんですけどタイミング的にはまあグアムだったんですね。へ、はい、でもグアムいいですよね。近いし行き来も楽だし。そうですね、まあ、3時間ですし、ね、まあね、グアムの日光ですとほとんどもお客さん日本人か、うん、ですよね、韓国人か、はい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 、客層ですよね。そうですよね、うん、その頃のグアムはもうすごい盛り上がってた感じですか、観光。そうです、今からかれこれそうです、ね、25年前ぐらいになってしまいますけど、うんうんうん、まあその頃私がいた時は、まあ、うん、あ、まだ DFS もできたばっかりぐらいで、まあ、そんなに栄えてなかったんですね。へ、でその後多分そのロッテホテルさんだとか、はいはいはい、まあ、他の新しいホテルが多分 2,3 個できていると思うんですけど、うん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 、その頃、まあ、そんなに、にぎわってるっていう感じではなかったですね。なかったんだ、うん、へえ、そっか、まあ、25年前のね、うん、まあ、とはいえ実は、まあ、うん、グアムには結局1ヶ月ぐらいしかいないんですけどね、うん、なんで、なんで、なんでですか。まあ入社して、はい、まあ、私のまあ、同期が5人いまして、はいはい、でそれぞれ5人がバラバラに海外にこう、はいはい、研修で出たんですが、うんうん、あ、私が一番、まあ、最後にグアムに出ることになって、うんうん、でずっとそのビザを、はい、発給待ちだったんですが、うんうんうん、まあ、なかなか出ないので一、まあ、回、まあ、観光で出張ベースで、うん、はいはいはい、まあ、ビザが発給するまで、うん、まあ、現地で研修しなさいっていうんで行って、うんうん、はい、で1ヶ月経った後に、うん、まあ、すぐ隣のサイパンの日光に、はいはい、まあ、1泊2日で、はいはい、戻ってきて、はい、まあ、まあ、ビザをね、うん、その90日間の、まあ、ビザウェーバープログラムをまたリセットして、はいはい、もうちょっとその滞在期間をね、はいはい、観光でね、まあ、伸ばそうとそういう狙いだったんですけど、うんうん、まあ、結局グアムに戻ってきた時に、うん、まあ、いろいろこうパスポートコントロールで質問を受けて、はい、で、まあ、いろんな説明をしていたら、あ、こう怪しまれましてですね。ですぐこう別室に連れて行かれて、はい、怖いところですね。そうですね。でいろいろこう持ち物検査とかされて、もう全部本当カバンの中開けられて、で、まあ、私の財布の中にその当時旅行会社さんの名刺が、うん、まあ、複数枚入っていて、はいはいはい、うん、でなんでこんなに名刺あるんだと言われて、うん、で、まあ、最初その質問を受けた時には、うん、まあ、観光ですと説明してて、はいはい、で名刺が出てきて、はい、で観光の勉強してるんだとという話をして、で、まあ、いろんなこうで荷物1泊分しか持ってないけどね、1ヶ月グアムいて他の荷物どこにあるんだっていう話になって、うんうん、いや友達のところにあると、うんうんうん、で、まあ、あだかあだあだこうだこう説明してるうちに、うんうんうん、まあ、荷物の中にその日光サイパンで泊まった時のまあ、いわゆる領収書みたいなのが出てきて、はいはいはい、でその領収書の、まあ、私の名前の上にそのホテルトレーニーっていう、まあ、タイトルが、あ、そっかそっかそっか、印字されてて、はい、でここにお前トレーニーって書かれてるじゃないか。すごい、そんな細かいところまでチェックするんですね、はい、そうで、トレーニーだけど、うん、別に給料もらってないよと、うん、いう話をしたんですけどはい、はい、じゃあ給料もらってないことをまあ、証明できるのかって言われたので、はいはい、うん、じゃあホテルにね、うん、電話すれば、うん、もう説明証明できるよと言ったんですけど、はい、いやホテルには電話させないと、はい、自分がこの場であなたが、まあ、証明しなさいって言われたんで、そんなのね、はあ、無理ですよね。できで結局入国できずに、うん、まあ、入国拒否ということになって、まあ、強制送還とはまたちょっと違うんですが、うん、まあ、捕まったわけじゃないんでね、はいはいはい、入国拒否で、日本にまあ戻るか、戻りなさい、うん、たまたまあなたはサイパンから入ってきたんで、はいはいはい、サイパンに戻るか、まあ、どっちか選択しろって言われて、うん、
でなんか日本に帰るのが尺だったので、はい、サイパンに帰るっつって、うん、サイパンにいたんですかって何もねサイパンにはないんですけど、はあ、まあ、日本に帰るの嫌だなと思ってサイパンに帰るって言って、はあ、で、まあ、サイパンに戻ることが決まったら、うん、まあ、あの電話しても別にいいってことになったんで、はあ、まあ、そのグアムのホテルの、うん、まあ、責任者に入国ね、はい、できないんですけどとでこれからサイパン戻るんで、はい、まあ、サイパンのホテルのね手配してくれと、うんうんうん、空港も出迎えてくれと、うんうん、でまあ、グアムには本当2年間研修する予定だったので、はい、まあ、車も買って、うん、まあ、ゴルフクラブも買って、はい、全部一式揃えてたのにパーですか、もう全部結局それを、まあ、後でね、うん、まあ、売却してもらって荷物も、ね、送ってもらってって話だったんですけど、はい、うん、まあ、結局まあサイパン戻って、うん、まあ、日本の本社にもね、はい、まあ、こんな状況だと、うん、どうすればいいんだってなって、うんうん、まあ、日本の本社もね、もうどうしていいかわからないんで、はい、まあ、ちょっと、まあ、待機してくれと、うんうんうん、で、まあ、まあ、なんだかんだ1週間ぐらいサイパンに、はいはい、うん、まあ、滞在して、はい、まあ、次の指示を待って、はいはい、まあ、その間、まあ、お金もないんでね、うん、お金もないんだけどで、まあ、ガラパンとかへね、もう散々もう遊び狂って、はい、で結局、まあ、日本に戻ってきなさいって言って日本に戻って、はい、で、まあ、あの海外勤務希望だったので、うんうん、次どこなんだって話になって、うんうん、実はそのハワイにね、はい、人事発令が出て、おうおう、でじゃあいざハワイ勤務だと思って、はい、アメリカ大使館にビザを申請しに行ったら、パスポートを出した瞬間に、あなたはグアムで入国拒否されてますねと言われて、そんな印がもう、そう、なんでわかるんだろうと思ってで、まあ、嘘つけないんで、はい、はいって言ったら、うん、もうあなた観光でも入れませんと。それって今もですか？今もそうなんです。嘘でしょ。私実はブラックリストに乗ってまして、何も悪いことしてないのに。そうなんですよ。でそれでその、まあ、入国拒否された時は、うん、まあ、ただ単にね、うんうん、まあ、強制的に返されたと思ってたんですが、はいはい、まあ、そのハワイの移動が決まって、うんうん、まあ、ビザをね申請しに行って入国、はいはい、まあ、入国というか、まあ、観光でも入りませんって言われた時にそのことの事態を認識して、はい、でまた、まあ、本社にね、うんうん、観光でも入れないんだと、うん、じゃああなたが、まあ、行きたいところにね移動させてあげるからっていう話になって、そういう条件で、はい、で私はアメリカ行きたくて入社したのに、そうですよね、観光でも入れないんだよね、うんうんうん、行くところって言ったらその当時、まあ、イギリスのロンドンか、はい、まあ、オーストラリアのシドニーだったので、はい、うん、まあ、英語圏に行きたいんでね、はいはい、そのどっちかだって言って、はい、で、まあ、実はロンドンが決まって、それでロンドンだったんですねでロンドン、まあ、研修っていうのはまあ通常2年なんですけど、はいはい、まあ、研修生なんで、うん、その期間は給料も安いんですけどね、はいはい、で2年、まあ、ロンドンで研修して、うんうん、でまあ、ロンドン非常に住みやすかったので、はい、もっといたいと、はい、いう希望を出して、で、まあ、2年後、まあ、3年目に、まあ、一応正式な、まあ、派遣員みたいな形になって、はいはい、給料もちょっと上がって、うんうんうん、で、まあ、結局まあ3年いて、3年いたんですね、はい、ロンドンに。そうなんですね。で、まあ、その間、まあ、アメリカに、うん、行こうと思っても、はい、まあ、結局そのブラックリスト乗ってるのでその、まあ、観光ビザと出張ビザっていうのが、うん、まあ、B1、B2 あるんですが、はいはい、まあ、5年間有効で、うんうん、まあ、それをまあ会社の負担でね、はい、まあ、5年おきにまあ更新してるんですけど、あ、 それで、まあ、それでも、うんうん、結局、まあ、ハワイ何回か行ってるんですが、うん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 、その都度、まあ、別室なんですよ。あ、その都度別室、怖いところに連れてかれてで結局所持金ね、いくら持ってるんだ、泊まる宿泊先はどこなんだ、ん、何のために来たんだとかね、いろいろ毎回質問を受けるんですね、はいはいはい、なので、まあね、一緒にその旅行をしているね、まあ、
恋人だったり、そうですよ ね、その迷惑ですよね、迷惑なんで、うんうん、まあ、また会社にね、うん、これ不便だよ、それはそうですよで、まあ、どうにかしてくれという話をして、うんうんうん、まあ、実はまあそういうビザ専門の弁護士が、うん、いるんですけど、はいはい、まあ、その方に、まあ、私が探してね、はい、こういう弁護士がいるんで、うんうん、その弁護士を会社で出してくれと言って、うんうん、まあ、いろんな手続きしたんですけど、結局その入国管理局と移民局っていうのが、はい、まあ、全く別組織になってて、うんうんうん、まあ、いくらその入国管理局の方で、うん、まあ、その履歴をね、はいはい、消せたとしても、うん、まあ、移民局の方が、はい、まあ、そこが連動しなければ、はい、まあ、そこで入国の時に拒否できると、なるほど、になっちゃって、うん、で、まあ、結局そのブラックリストからその消せる消せないって話がはいはい、はい、まあ、ちょっとよく分からなくて、うんうん、まあ、いわゆる中日そのアメリカ大使館のその大使の判断で、うん、まあ、5年経てばそれが削除、ね、されるとか、はいはい、10年経てばとか、まあ、いろんな説があって、うんうんうん、結局よくわからないんですけど、うん、まあ、最終的にはその弁護士のレターを作ってもらって、はい、で入国した時に、まあ、別室に、まあ、もし連れて行かれそうになったらそのレターを出して、はいはいはい、で、まあ、そのレターの裏にその、まあ、別に連れてかれる理由をね、うんうん、書けっていうレターなんですけど、あ、はいはいはい、まあ、それを持ってからは、まあ、別室に連れて行かれることはなくなったんですけどね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。なので、まあ、アメリカには、ね、一応入れることは入れるように、一応ですね、まあ、毎回ドキドキしてるんですけどね、そんなことあるんだね。そうなんですよね。でも、まあ、バリもそうやって観光を繰り返して、うん、あの住んでる人もいるじゃないですか、うん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 、で私たちも実際最初の頃はソシアルビザっていう、うん、あの滞在6ヶ月入れるビザでしてたんですけど、うんうん、でもそれも繰り返してるとやっぱそのイミグレーションで、うん、こう何をして生活してんだとか、うんうん、まあ、いろん なんか質問をされて、うんうんうん、なんか貯金で暮らしてるっていうのが聞いてもらえないんですよ。そんな貯金ないだろうぐらいに言われて、ね、そうそうそう、だから結構なんかちゃんとビジネスビザが発給してないと、うんうん、ロングでいるのって結構大変ですよね。あ、そうかもしれないですね。ね、でもなんかこの前観光でもう何年も住んでる人をなんか見つけてすごい面白かったんでバリログぜひ出てくださいって言って、はい、お願いしてきました。あ、そうですね、そうそう、危ないですよ ね、でもアメリカはもっと厳しいんでしょうね、ま、バリはまだね、こう緩かったりするところもあるけど、確かに、あとは、まあ、まあバンコクにいた時に、うんうんうん、まあ、結構そのプーケットに、うんうんうん、まあ、子どもの留学で、はいはい、インター行かせて、はいはい、で子どもの、その学生ビザで、うん、まあ、親も ありますね、付帯して、そう、こうね、滞在ビザでいらっしゃるっていう家族は結構いましたよね、はいはいはい、そうですよね、うん、そのなんかバージョンもバリでは聞いたことあります。あ、グリーンスクールの生徒さんで、うん、保護者ビザ、あ、でも、はい、それもできなくなっちゃって、なんかそうそう、うん、でマルチプル取るようになったとか、まあ、いろんな、なんかやっぱコロコロ変わるじゃないですか。そうですね、ビザは ねそれじゃダメになるとか、なんかそういうのもあって、そうですよね。でそのイギリス3年いて、そこからバンコクになるんですか。イギリス3年いて、また東京の本社に戻って、うん、でその後実は北海道の千歳に、はい、うんうん、まあ、またニックホテルがあって、はいはい、でそこに1年勤めて出た後に一回あのコンチネンタル航空っていう航空会社に転職をしまして、一、はいはい、回辞めたんですね。辞めたんです、そう、ちょうど30手前の29歳ぐらいで、はいはい、まあ、ずっと、まあ、まあ、もともと、まあ、実は親が航空会社で、うんうん、私も、まあ、学生の時本当はパイロットになりたかったんですけど、そうなんですね、まあ、パイロットはかなわず、うん、でも、まあ、海外住みたいなと思って、うんうんうん、で、まあ、入社した当時日光ホテルは、はい、まあ、
7割方海外だったんですね、ホテルが。で、まあ、入社したんですけど、はい、で、まあ、そのうちだんだんこう海外から日光が撤退 し始めて、うん、国内の方が増えてきたんで、はいはい、まあ、海外行くチャンスが減ってきたなと思って、ですよね、うん、で、まあ、パイロットの夢は諦めたけど、うん、まあ、航空会社また入りたいなと思ってて、うんうん、で千歳で、まあ、働いてた時に、うん、まあ、たまたまその千歳からグアムの、はいはい、就航が冬になるとデイリーに毎日就航になるんですね、うん、冬に、はい、まあね、寒いから暖かいところに行きたいと、ね、うんうん、でそのコンチネンタル航空の、まあ、仙台で勤めてた方が、はい、その冬場だけ千歳にそのデイリーになるんで、はいはい、ヘルプで来るんですね、はいはいはい、でその方が日光に、まあ、長期滞在してて、うん、まあ、空港がすごい近かったんで、はい、でたまたまそのコンチネンタル航空の方と、うん、まあ、仲良くなって、うんうんうん、で、まあ、いろんな話してるうちに、うんうん、今、まあ、うち募集してるよっていう話があって、はい、じゃあちょっと応募してみようと思って、うん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 、で、まあ、受けたら、はい、まあ、受かって、はい、でまあね、私の夢だったので、そうですよね、やったーと思ってで、まあ、ワクワクして1ヶ月ぐらい研修した後に、はい、まあ、911の同時多発テロがあの時ねありまして、はいはいはい、で、まあ、1ヶ月研修して、うん、まあ、北海道の、まあ、一応勤務地だったんですが、はいはい、あ、まあ、3人だけだったんですね、その北海道支店っていうのが、うんうん、で結局、まあ、911起きて、うん、まあ、アメリカ本土ではもうすぐレイオフが始まって、はい、うん、まあ、日本の社員は、まあ、うちも3人しかいないからね、うんうんうん、大丈夫だろうと思ってたら、うんうん、まあ、結局日本も、うん、半分以上レイオフになって、なん3人いたその支店も、はい、支店長だけ残して、はい、まあ、私も含めてカットになって、で実は無職になって、うん、で、まあ、その時実はですね、はい、まあ、千歳に勤めてて、うんうん、まあ、転職して、うん、まあ、北海道支店勤務だったんで、まあ、あのそれまではあの、まあ、会社がね、うんうん、ホテルの勤務時代は、うん、まあ、家賃を会社の都合なんでね、うんうんうん、会社負担だったんですが、はい、まあ、転職した後は、はい、まあ、外資系ですし、はいはい、まあ、年俸制なので、うんうん、まあ、家賃自分の、まあ、給与から払わなきゃいけないんで、うんうん、まあ、それだったら買っちゃおうと思って、はい、で、まあ、転職すると結局ローンの審査って、はいはい、その、なんだろう、勤続年数の、あ、そうですね、うん、まあ、要は年収の、うんうん、結局証明が必要なので、はいはい、転職しちゃうとローン組めないん で、ね、転職ギリギリの時にもう買うって決めて買ってしたら911のテロで、無職だからローンだけ残っちゃって、はい、でもうどうしようと思って、まあ、とはいえ、まあ、外資系だったので、うん、まあ、レイオフの条件として、うん、自己都合だったら、うん、まあ、退職金積むよと、あ、会社都合だったら退職金出さないよという、うん、まあ、選択肢があって、はい、まあ、会社都合だったら結局すぐ失業保険もらえるんですが、はいはい、そうですね、自己都合だともらえないんで、うん、まあ、どっちを取るかなんですが、うんうん、まあ、結局自己都合で、はいはい、まあ、それこそそのそうですね、7年勤めてた前の日光の退職金よりも1ヶ月勤めてた外資系の退職金の方が多かったんですね、すごい外資系なんでね、すごい、なので、まあ、無職になっても、まあ、退職金が入ったので、はい、入ってきて、まあ、しばらくはね、よかったけど、まあ、生活できるんですが、はい、まあ、結局ローンだけ残っちゃったんで、まあ、どうしようかなって悩んでたんですが、これも本当タイミングというか、はい、まあ、その日光の、うん、まあ、同期がですね、うん、まあ、たまたま、まあ、その、まあ、人事部長と、うん、その当時のね、うん、長谷部大丈夫ですかねみたいな話を、うん、まあ、ちょうどそのなんかランチ時にしてて、はいはい、で、まあ、そのたまたまそんな話をした後に、うん、私はたまたま彼に、いや、
クビになっちゃったよみたいな連絡をしたらいやちょうどその話今日してたんだよねと、じゃあその俺から人事部長にね、まあ、話してみようかって話をしてくれて、でまあ、あのじゃあお前が自分からね、その連絡してみてって言って、で人事部長に連絡して、でこここういう事情で、まあ、戻りたいと、まあ、勝手な話だけどね、でしたら人事部長が、いや社長にお前じゃあ直談判しろと言われて社長に一回アポ取って、ね、ちゃんと面と向かってね、言いなさいと言って、で、まあ、社長に、まあ、事情説明して、じゃあ、まあ、はっきり言うとその出戻りって、まあ、なかなかね日本の企業ってないんですが、まあ、分かったと。よかった。じゃあゼロから、ね、また再スタートだというんで、まあ、それこそその入社した時の国内の研修先が成田だったんですが、まあ、また成田からね、始めろと言って、まあ、また成田で出戻って、で、まあ、成田で1年ぐらい勤務した後に、まあ、本社行って、で、まあ、本社がずっとこうさっき申し上げた14年間ぐらい働いて、そうなんですよ。で、まあ14年ね、海外行きたくて、そうですよね、もともとは海外でっていう、ね、目的ですから、で、まあ、その間にですね、まあ、結婚をして、で、まあ、さっきのその札幌のマンションをね、まあ、ずっとその出戻ってて、働き始めた後にはもう結局賃貸で貸してたんですけど、まあ、結婚して、まあ、いざ家建てようと言って、まあ、マンションを購入して、まあ、ローンの審査をした時に、今度はその JAL が経営破綻しちゃったわけですよ。そういうタイミングに、そうなんですよね、うまいこときますね。で JAL が経営破綻しちゃって急にローン一回通ったのに、いや通せませんってなっちゃって、でってで結局その札幌のローンもあるので、そっちをまず完済しないと、次はダメだよ、まあ、組めないよと、で結局札幌を、まあ、損切りして売却して、で、まあ私の給与だけじゃローン通らなかったので、その妻も、まあ、出産した後かな、まあ、結局まあ彼女も、まあ、正社員みたいな形で勤め始めて、まあ、2人のね、給与で、まあ、なんとかね、そのローン通したんですが、まあ、結局これ通らないと頭金払ったやつも買い取らないんですよ、まあ、自己都合になっちゃうんで。でもこっちの頭金損するか、札幌のね、売却で損するかどっちかで、ね、どっちでも損したらどっちもどっちでもね、すごいなそれ話になって、で、まあ、その後、まあ、海外行きたいと思ってたんですけど、まあ、まあそろそろね、海外たまたま、まあ第一希望だったんですけど、まあ、ずっとそのバンコクの、まあ、大倉プレステージバンコクっていうホテルなんですが、まあ、このグループの中でも非常にまだ新しく開業したばかりで、まあ、その創始人が、まあ、その時はドイツ人だったんですけど、まあ、外国人の GM の下で働いてみたいなと思ってて、で、まあ、非常にまあ、立派なホテルで業績も良かったんで、まあね、そこを第一希望してて、でたまたま、まあ、そこの話をいただいて、なるほど、それでそうバンコクに決めたんですけど、まあ、その時もですね、たまたままた妻の父が、まあまあ、建築士というか、設計士で、まあ、家をね建てたいと、
その札幌のマンションを売った後は、うん、まあ、東京のマンションを買ったんですが、はいはい、まあ、更地のね、はい、土地に家を、はい、まあ、設計して建てたいと、うんうんうん、で建てて、うん、まあ、そのバンコクに転勤は結局建てた半年後だったんですね。へー、結局それもほとんど住まずに使わないで、はい、今も、まあ、賃貸で出してるんですけどね、家はね2回売ってるんですよ。すごいね。でもそのタイミングがいつもそのね、さっき言った、まあ、911だったり、はいはいはい、バチュアルの経営破綻だったり、はい、まあ、そういうね、いやでもなんか出来事がこう常に重なるんですよね。なんかこのコロナもなんかあるんじゃないかと思ってるんですけど、いやでも本当なんか長谷部さん海外行きたいっていう望みが叶うようになってるんじゃないかなってえ、だってそうじゃない、日本に住まわせてくれないっていうかなんか住もうと家を買うけど住めない、うん、そうそうそうだからちゃんと本当に叶えたい夢が叶うように、うん、そういう出来事が起きてんじゃないかな。どうなんですかね。もう本当家買うたんびになんか起きてますね。なんかあるね。そうだね。じゃあ今日本に2個あるってことですか、マンションと。ね、マンションも結局それはね、うん、高く売れたんです。あ、売れたんですね。良かったですね。良、うん、かったですね。まあなのでその札幌のマンションの損は一応そ、うんうん、一応賄って。良、はい、ね、かった。うまいことできてますね。まあいろいろね、うん、ありましたけど、まあその時はやっぱりね、うん、本当どうやってこの状況をね。いやでもピンチはチャンスなんだなって。まあまあ、うん、ね、本当にそう、うまくできてるなって、こう最善で起こってるから、そんなピンチで落ち込む必要ないなって、うん、ね、この動画を見た人もまたそれで勇気をもらえるんじゃないかなと思ってまあもちろんね、その周りの人の手助けだったり ね、うん、ね、まず戻れる可能性が少ないじゃないですか。そうですね、自分の勝手でやめといて、そうまた戻りたいんですとか言ってそんな調子のいい話は、ね、受けてもらえないんだけど、うん、でもそうやってねまた復帰して、ラッキーボーイですね本当に。まあそ、まあ、もちろんその分ね、うん、周りの目は厳しかったですし、うんうんうん、何のやつだけで戻ってるんだという話になりますので、やっぱりそれだけね、うん、まあ、見返すじゃないですけど、うん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 、結果を出さなきゃみたいなね、うんうん、っていうプレッシャーはまあ常にね。へえ、バンコクはどのぐらいいたんですか。バンコクは3年ですね。あ、3年、うん、すごい。なんかタイってなんかタイ語じゃないですか、はい、あれってどうなんですか、うん、私住んだことないから分かんないんだけど、旅行では行くけど、まあ、読めないし、そもそも3年でも読めないですね。何も通じないじゃないですか。英語も結構通じなかったり するから、街でなんか生活はどう、英語でもう、そうですね、うん、まあ、もちろんホテルなので、うんうんうん、授業みんな英語しゃべるので、勤務中はずっと英語ですし、英語で、うんうん、まあ、タイ語はまあ、タクシー乗るときとかね、買い物するときぐらいで、うんうんうん、まあ、そんな困らないですか。うん、そんなに困らなかったですね、うんうんうん、まあ、バンコクなので、はいはい、都会だし、まあ、たまに、うん、まあ、日本語しゃべる人もいるし、ね、はいはいはい、結構あのタイも移住される方多いじゃないですか、ですね、日本人。あのタイとバリとどっちがなんか住みやすいですか。まあ家族だったら子育ての、まあ、教育っていう意味ではバンコクの方がね、あ、まあ、そうなんだ、その学校の選択肢はいっぱいあるので、都会だしね、うんうん、まあ、日本食のスーパーだったり、うん、日本食店だったり、うん、まあ、日本人学校だったりっていうのは、うん、まあ、おそらく世界一の規模なんで、日本人学校も5000人ぐらいいるんでね。そうなんだ。それまでは多分上海が一番日本人学校、うん、世界で一番大きかったんですが、結構中国がやっぱりみんな気にしてしまったので、バンコクが一番大きいって言われてるんですけど、まあ、そういう意味じゃ日本人にとってはバンコクってすごく住みやすくて、住みやすいね、うん、まあ、何も本当不便、変わんないですもんね、日本とあるものが。そうですね、まあ、ただね、家賃はすごい高かったですね、うん、あ、高いんだ。うちが 2LDK の部屋
住んでましたけど、うん、家賃で日本円で言ったらいくらやかな、25万ぐらい月してましたからね。結構都内の価格、都内、うん、まあある意味もう一等地なんで、はい、まあ、プロンポンっていう駅だったんですが、うん、もう本当に街なんか、ね、結構、え、じゃあお給料60万ぐらいもらってないとなんかやってらんないですね。まあ、その給与とは別に、まあ、先ほど、あ、手当がつくからね、会社が、うん、まあ、家賃ね、学校とかは出してもらえるんでね、うん、ビザ代もね、もちろんそうですよね。へえー、すごいな。でも食事は美味しいですよね。食事も美味しいですね、ね、タイね、うん、まあ、なので、まあ子供がいなかったら、うん、まあ、まあ正直その夫婦だけだったらね、うんうんうん、まあ、バリーの方が、うんうん、まあ、私は好きですけど、はい、のんびり、そう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 。まあでもやっぱり子どもの教育って考えると、うんうん、うん、そうですね。まあ周りにその知り合いの子どもたち、まあ、子どもの友達を見てると、はい、うんうん、まあ、大学はみんな海外にね、はいはい、出るパターンが多くて、そうですね、うん、で、そうですね、まあ、よっぽど優秀じゃないとなかなか海外、ね、うん、留学出れないので、うんうん、まあ、バリーのその学校もね、うん、まあ、多分限られてるので、まあそうですね、バンコクで行った時も、うん、まあ、そのインターの学校行ってたんですが、はいはい、まあ、1学年3クラスあったんですけど、うん、多いね、人数もまあこっちの学校に行くと、うん、もう1学年1クラスで、そうですよね、まあ、12人とかね、少ないもんね、すごく少ないんで、うん、まあ、ある意味、少人数でね、はい、その先生の目が行き届くというメリットもありますが、うん、いい面で見れば見ればね、まあ、とはいえ、まあ、そのこう生徒の入れ替わりが少ないので、うん、ずっと、ね、はい、小さいとかいるその同級生の輪に入るっていうのが結構ハードルが高くて、逆にね、うん、まあ、特に、まあ、今ね、うん、割り切ってすぐオンライン授業になってしまったので、なっちゃった、なかなかやっぱりその友達を作るっていう環境では難しいかな、ね、まあ、来てすぐはね、うん、すぐ友達できて、はいはい、まあ、オーストラリア人で、うん、まあ、これから楽しい学生生活かなと思ってたら、コロナ、まあ、コロナ始まって、うん、まあ、その子も結局オーストラリア帰っちゃったり、帰っちゃいましたね、はい、もうそっか、オーストラリアなんて今出ることもできないんだよね、うん、そうなんですね、本当、ね、いい加減にしてほしいですよね、うん、これね、まあ、なので、まあオンライン授業というかね、コロナじゃなければ、うん、もっとね、楽しめたのかな、うん、とは思いますけどね。そうね、そう、私のうちの近所にもコロナになってから移住されてきた日本人の家族がいるんですけど、うん、やっぱりそのお友達ができない、うんうん、そのオンライン授業だとなかなか、ね、なんか先生の話を聞く感じじゃないですか、はいはい、だから友達と会話するっていう時間が全くないから、うん、だから英語も伸びないし、うんうんうん、なんか結構、うん、残念な感じになっちゃってますね。ね、せっかく来たもんね、うん、だからなんか私もオンライン授業だったから1年半ぐらい、うん、でもこの先もそのだから次の学年もオンラインで決まった時点でもうやめようと思ってもう変えちゃいました、うん、もう通える学校を見つけてそうそうそう、まあ、フリースクールなので、うんうん、なんかあれだったけど、うん、学校としてはまだ認められてないんですけど、うん、でもやっぱ私はコミュニケーション、うん、取ってもらう方が、まあ、重要ですよね、うん、なんかただでさえマスクしてなんか表情も分かんないで、うん、どんどんコミュニケーション力がもう下がっちゃうじゃないですか、そうですね、人の顔を読めないとか、うん、なんかそういうのがそういう方がなんかピンチだなと思って確かにね、なんか勉強が遅れるとかより、うんうんうん、そうだからもう変えちゃいました、ね、うん、まあ、ようやく今年になって、うんうん、まあ、一応毎日通れるようにはなったので、まあこのねオミクロンでどうなるかわからないですけどね、まあこのままね、
通学できるようになってくれればいいなとは思うんですけど、ね、でもオミクロンでそんな重症にならないんですよね、うん、とは言われてるんで、ね、ただの風邪っぽい感じなんで、うん、な移りやすいだけなんですねきっと、うん、そうだといいんですけどね。そうっていうことにしましょうじゃないと変わっていかないからもう、そうそう、だから私も言葉を変えるようにしてるんですよ。こうなったらいいなとかじゃなくて、うん、もう今年はもう観光できるようになるよとか言って、うんうんうん、もう決めちゃって自分の中で決めて、うん、そういう言葉に、あ、もう早く来れるようになったらいいねとかじゃなくて、うん、あ、もう今年来れるよみたいな、うんうん、もうどんどん言葉を変えて現実を変えていかなきゃなと思って。そうですね、うん、まあ、実際バリーもね、その昨日の新規感染者数って1人ですからね、うんうん、あ、本当ですか、すごい朗報朗報で、今感染している人も58人かなんですね、うん、あ、そうなんだ。じゃあもうほとんどいないのと一緒ですね、うん、等しいんで、まあ、実態はね、うんうんうん、まあ、一時期は、まあ、その前のデルタの時は結構ね、はい、うんうん、周りの人がかかったとかっていう話ありましたけど、もう今はね感じないですよね。そういう感染が大変っていうのは感じないですね、うん、まあ、今この収録してるのは1月11日っていうすごいスペシャルな日なんですけど気づきませんでした。そう、1月11日に感染者一人ってすごいですね、うん、もう もうこれはいいことが起こる、う、ね、もうラッキーナンバーなんで、うん、もうこの回が放送される頃には、うん、なんかもう様子が変わってると思いますよ、うん、もう予言しちゃう多分ね、ニューピー後に放送されると思うんで、はい、そうなので、私なんかニューピーぐらいを境に、うん、なんか変わる感じがするんですよ、うんうん、そう、何の根拠もないんですけど、うん、なんか、うん、転換期なんじゃないかなって思ってて、そう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 、そうなってほしいですね。ねー、でもやっぱり今年もそのお正月にお餅で喉を詰まらせて亡くなる人の方が多いっていう、うん、やっぱちゃんとそういうデータが出てるから、うん、なんかそっち気をつけた方がいいですよねお餅で死んじゃうのはちょっと残念すぎるじゃないですか、そう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 、だからね、うん、変わると思います、私、うん、変わりますと、ね、いうことで、うん、まあね、旅行会社さんも今年の、まあ、ゴールデンウィークぐらいから、うんうん、まあ、予約のね、そうですよね、問い合わせが来てるので、うんうんうん、直行便はダメなんですけどね、まだどうなんですかね、どうすかねもうこれ見てる方たちももうバリラバーばっかなんで、うん、もうバリラバーの方ばっかなんで、もういつ行けるのっていうのがもう一番気になるとこなんですけど、確かにね、ホテルとかにはそういう情報流れないんですか、うん、こう国から、うん、こうこのぐらいでオープンするかもよとか、まあ、結局その隔離、うんうん、ホテルとしての、はいはいはい、その準備だとかね、はい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 、まあ、そういうのはもちろん連絡来て、うんうん、で結局ワクチン接種も、はい、まあ、もちろん優先的に最初にね、その観光業の、ですよね、ね、従業員がワクチン接種しましたけど、実際まあ、今もね、うん、その、まあ、オミクロン関係なく、うん、基本的には、まあ、バリの空港はいつでも今ウェルカムなんですけど、はい、そうなんですよ、閉鎖はしてないんですけどね、そうなんですよやっぱり航空会社側がね、はい、その採算取れないと、ね、もちろん就航しないので、うん、まあ、一時そのガルーダがね、うん、週一で就航するっていう話がありましたけど、ね、嬉しいニュースが、ねね、12月には入ってたんですけど ね、それとともにオミクロンですから、そうなんですよねでもこれもさっきの話じゃないけど、ピンチはチャンスなんじゃないかなと思ってて、うん、まあね、最初は本当はシンガポールだと思ってたんですけどね、シンガポールもなくなって、なくなっちゃいましたね、うん、で、まあ、正直そのガルーダも今年、うん、国際線は確か5路線ですね、に絞るって言ってて、東京、香港、うんうんうん、オーストラリア、うんうん、あとどこだっけな、あとまあ中国のどっか一都市と、はいはい、あとまあもう一都市だったと思うんですけど、うんうんうん、もうその、まあ、近隣諸国というか、うんうんうん、
まあ、長距離もそうなんですけど、もうほとんどもうその採算取れない路線はもう撤退するって言ってるので、まあ、まず飛行機がね、潰れちゃわないのかな、大丈夫かなそれ。まあガルーダはもうねほぼ経営破綻してますからね。やばいですよね、うん、もうね。まあどの航空会社もね、どこも多分利益出てないですし、厳しいので、まあ、まずそのね、航空会社がこう復活してくれないと観光客来れないですし、でもその前にやっぱこの観光のルール、ルールをやっぱもっと緩くしてくれないと、そうまずね、ハードルが高すぎ、あとお金もかかりすぎ、まずやっぱりビザの問題と、ビザと隔離の問題ですよね。あと貯金がいくらとかさ、なんかそんなのいいじゃんみたいな。そんな貯金と保険とね、そうそう保険も入んなきゃいけないしとか、だから飛行機乗れないんですよみんな。ねえ、本当それを緩くしてくれないと、ねえ、だってこの日航ホテルも稼働率ってもう どんぐらいなんですか今。あの年末年始は増えました、やっぱり、うん、年末はそうですね、あの、まあ他の月と比べると、まあ、結局そのデルタが落ち着いた、まあ、8月ぐらいから90、11、12ってこう右肩上がりで増えてきて、12月は、まあ、それまで本当にゼロの日もあったんですが、12月はまあ3割ぐらいまで一応回復してきたんですけど、やっぱ国内旅行は賑わってる感じしますよね、そうですね、実際街中も ね渋滞したり、ね、そう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 、ちょっと渋滞が嬉しかった、いつもやったらうんざりだけど、あ、なんか賑わってるみたいな感じで、そうですね、そうそうそう、でもこのね、年末年始休暇を終えたちょうど先週末の日曜日ぐらいからまたガクンと落ちて、街中もね全然車いなくなっちゃって、ね、もうジャカルタ帰っちゃいましたみたいな、極端ですよね。ねえ、だから次はゴールデンウィークとかなのかな、やっぱ狙いはどうなんですかね、まあ、日本から、ね、来てくれればいいですけど、ね、まあ、まずは、ね、本当はチャイニーズニューイヤーが本来あって、それもちょっとね、中国も厳しいんで、そうですね、だからジャカルタのチャイニーズインドネシアの方があんまり関係ないみたいですね、関係ないんだ、来てくれないんだ、関係ないで残念ながらね、そうか、そうですね、でもなんかしょうがないもんね、これでも世界中でこうだから、こればっかりはね、でもなんかこうこのピンチでなんかチャンスを見つけようとかってなんか、新しい企画とかしました、このコロナ期間で。そうですね、まあ、できることって言うとね、そういう、まあ、新しい企画を、まあ、まあ売れるか売れないか別にして、はいはい、まあ、そのホテルの、まあ、認知度を上げるための新しい、はい、まあ、サービスというかね、企画を、はいはいはい、まあ、一応毎月一つは出すっていうのを決めてて、そうなんですね、で、まあ、毎月そのプレスリリースっていうのを出してるんですけど、なんだろうな、まあ、一番最初に企画したのは、そうですね、まあ、BIMC さんの病院との提携っていうのを一番最初にしたんですが、まあ、コロナが始まって、まあ、コロナと関係ないんですけど、まあ、バリに来て1ヶ月経ったぐらいにその妻が、急にこう腹痛ですごいこう苦しんでて、で、まあ、急遽その救急車でね、病院に、まあ、移送したんですけど、まあ、その時にそのホテルの近くが BIMC なので、BIMC に行って、でそしたら日本人の看護師さんがいらっしゃって、まだ私たちもね来たばっかりで、もちろんインドネシアも喋れないし、で日本人の看護師さんが非常にこう丁寧にね、していただいたので、いやこれは本当にね心強いなと思って、ぜひね、ホテルの
お客様にもね、うんうん、まあ、そういう安心を提供したいと思って、はい、うんうんうん、そういうホテルと提携できませんかみたいな話を相談をして、うんうんうん、はいはい、で、まあ、相談している間に、まあ、そのコロナがね、うんうん、まあ、厳しくなってきて、あ、で、まあ、ちょうどその国内移動でもその、まあ、PCR 検査が必要だとか、はいはい、いう話になって、ありますもんね、うん、で、まあ、結局そのホテルからまあ病院にこの PCR 検査を受けに行くのもね、うん、まあ、なんだろうな、まあ、面倒くさいし、うん、その周りにまあ人がいるのも嫌だしね、うん、確かに、まあ、結局その提携っていうのは BIMC 病院からまあホテルにそのまあドクターというかね、検査しに来てくれる、しに来てくれるっていいですね、それね、うん、最初提携をして、でそれはまあ多分まあバリで初だったので、まあそれをまあ大きく宣伝して、はいはいはい、でそしたら、まあ、日本のメディアも、はい、一応それをキャッチしてくれて、で、TBS さんですかね、うんうんうん、グッドラックさんっていう番組が、そうですか、はい、すごい、取材をしてくれて、で、まあ、それと合わせて、うんうん、まあ、まだその頃も、まあ、バリではそれほど流行ってなかったんですけど、うん、まあ、ワーケーションっていう言葉だったり、はいはい、コーワーキングスペースだったり、はい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 、まあね、ホテルガラガラなので、そうですよね、みんなリモートになって、そうなので、まあ、コーワーキングスペースとして、うん、まあ、ホテルの、まあ、ラウンジだとかを開放するっていう、ね、うん、まあ、企画をして、まあ、ホテル単独でやっててもね、うん、やっぱり広がらないので、うん、そのコーワーキングスペースだけを、うん、取り扱ってるウェブサイトってあるんですよね、はいはいはい、そういうところにもガンガン登録したりとか、すごい、まあ、そういうのやったり、うんうんうん、まあ、あとは、まあ、待っててもね、うん、しょうがないので、うん、まあ、そのまあ、まずはフードデリバリーっていうことで、ね、はい、うんうん、まあ、グラブだったりゴジェックで、はいはい、ホテルの、まあ、料理をね、はいはい、デリバリーしますよっていう話から、ハウスキーピングもね、うんうん、まあ、エンジニアも、まあ、シェフもね、はい、もう全員余っちゃってるわけですよ。そうね、暇だもんね。暇なのでこれを一式そのビラのね、はいはい、サービスとして、なるほど、その、まあ、ビラのオーナーも、はいはい、まあ、急遽そのコロナ対応の、はい、まあ、いろんなその消毒液だとかね、しなきゃいけないもんね、やらなきゃいけないじゃないですか。だからそういうのも、まあ、我々ホテルは、まあ、そのそういう衛生管理専門の会社と提携しているので、はいはいはい、まあ、そういうプロフェッショナルサービスを、まあ、ビラにも提供しますと、派遣して、うん、なので、まあ、プライベート、まあ、シェフでね、うん、そのビラで食事提供してサービスもするし、はいはいはい、部屋もクリーニングするし、うんうん、ね、何でもやりますよと。いいですね、すごいね、アイデアがすごい、次から次へと出ますね。そう、まあ、自分でこうね、グラブとか見てて、そういうサービスもやっぱりあったわけですよ、うん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 、アイコンでね、はい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 、ああ、やっぱそういうニーズがあんだなと思って、うんうん、マッサージのサービスとかもね、そう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 、あるしね、そう、セラピストが空いてたら、そういう人全部やったんですよ、うん、まあ、まさにマッサージもやるし、うんうん、ペニキュアもやるし、はいはい、ね、あの髪も、うんうん、やりますよと、はいはい、まあ、実際、まあ、予約はなかったんですけどね、そう予約はなかったんですが、まあ、そういう姿勢で ね、 でもね、動くのは大事ですよね、何でもね、試してみるっていうのは、そう、でそういうのをいろいろやったり、うん、で、まあ、そのまあ、これ私の趣味の一環でもあるんですけど、うん、まあ、ずっとパイロットになりたかったっていうのがあって、はいはい、でまあ、たまたま、まあ、ね、そのインスタとか見てた時に、うんうんうん、その結構こうヘリコプターの遊覧で、うんうん、その空からね、うん、プロポーズみたいなのが、そんなバリにあるの？あります。で近くに、ヘリポートが2つあるんですけど、はいはいはい、で、まあ、ヌサドゥアのヘリポートの運営しているヘリコプター会社に、まあ、なんかコラボレーションできませんかって話をして、うんうんうん、でうちのビーチに、うん、そのプロポーズのね、うん、
こう花でこうメッセージを書いてでヘリコプターで、うん、あのまあ、カップルがね来てもらって遊覧した後に、はい、まあ、プロポーズすると。へえ、これはね予約入ったんですよ。すごい。それおいくらなんですか？うん、それね、まあ、でも安いんですよ。15万ぐらいですかね。15万、うん、円。それ安いのかな。安い方です。だからヘリコプターだけでも、うん、まあ20分ぐらいと思うんですけどね、だいたいそれがまあ10万ぐらいなんですね。あ、そうなんだ、うん、へえ、10万するんだ。なので、まあ、それをまあ何人かで分けるみたいな。はい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 。だ、一人当たりやっぱり3万ぐらいかな。3万、まあ、だいぶ今また価格が落ちてますけど、へ、まあ、そういう企画をしたり、まあ、それいいですね。なんか、まあ、空やったからじゃあ次海だなっつって、うんうん、で今度このまたボートで今度戦場で戦場プロプロボートとかね。それも素敵。そう、かとにかくもう毎月なんか新しい企画をね。知らなかった。そうそう、なんかもったいないですね、そんないい企画があったのに。知らなかったです。本当ですか。うんうん、そうで、まあ、この船もまあ、それこそその前そのコンチネンタル航空で勤めてた時に、その航空会社のまあイベントの一環でまあクルーザーを貸し切ってね、で旅行会社の方々を招待して、まあそういうなんだろうな、まあイベントをしたことあるんですが、その時に本当にそのボーディングパスじゃないんですけどね、そういうそのインビテーションを作って旅行会社さんに配ってね、航空会社なのにまあボートに乗るみたいな、そういうコンセプトがすごい楽しくて面白い。まあそのまあ発想の延長線というかね、いうので、まあ、まあここのホテルはまあ何だろう、東側にあるのでサンセットが見えないんです。ね、なのでまあサンライズになるんですけど、まあ、結局そのサンライズをまあどうやってこうね、売ろうかって言って、まあ、そういうそのサンライズのまあプロポーズだったりね、サンライズヨガだったり、まあ、ずっとこうサンライズサンライズってやってきたんですけど、まあ、たまたまですね、まあ、ご存知かもしれないですけど、そのバリクラブの小島さんが、ムーンライズを撮りましょうって言って。ムーンライズ、ムーンライズなんだろうと思って、で、まあ、そのアプリがありまして、ちょうどその日が沈むタイミングでこう月がこう昇るね、日があって、もう本当に朝日のように太陽のようにね、月が昇るんですよ。そうそうそう、私見たことありますよ。あります？ありますよ。それめちゃくちゃ感動して、で、まあ、それもまあ、そのバリクラブさんの、まあ、企画で、まあ、HIS さんとの共同だったんですけど、そのムーンライズヨガだったんですね。はいはいはい。なのでそのビーチで、まあ、ヨガをやりつつ、はい、月が昇ってくるのを見る。いや、それはね結構ね、まあ、あれなかなか見れないですよ。見れないですよね。うん、それはすごい、ね、感動しましたね。私プーケットにたまたま誕生日の日に行ってて、誕生日の日にいきなりそれが出たんですよ。めちゃめちゃスペシャルでした。だから最初何が起きてるのか分かんなくて、ね、なんで海から光がこの夕方に、何あの光とか言ってたら、知らずに知らずに、でシャーってもうすごいもう光線で太陽のように、何なのあれって言ってたら、超神秘的ですよね。そう、月だったんですよね。まあ、満月じゃなきゃいけないね。そうなの。だからそんなすごいタイミングが揃わないと、それ見れないから、それ参加できたらめちゃめちゃラッキーですね。あとは、まあ、ちょうどこの、まあ、単純ベノアのビーチの、まあ、ホテルの目の前が、まあ、なんていうんですかね、干潮のギリギリにこうちょっとこう浮島みたいなのができるんですよね。なのでまあ、そのタイミングでまだ何かね、企画できないかなといろいろこう練ってるんですが、まあ、それこそタイミングが難しいし、そうですよね、撮影も難しいし、確かに、ね、そのバンジャールとのいろんなね、調整も必要なので、まあ、今ちょっとなかなかそこは実現してないんですけど、いろいろアイディア満載ですね。そう、まあ、まあ何かしらしないとね。ねえ、
本当そうですよね、まあ、とにかく私が来て、うん、まあまあ、旅行会社さんとか、うん、まあね、その日本人の方と会った時に、うんうん、まあ、日光ホテルですっていうと、うん、まあ、皆さんそのここじゃなくて、はい、昔の、はい、そのサワン湾にあった、はい、まあ、今のヒルトンが日光だったんですね。あ、そうなんですね。20年あそこ日光だったので、あそこだと思われちゃった。皆さん、うん、あ、行ったことありますあそこですよねって言って、はいはいはい、みんなここのことを知らなかったんですね、うん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 、なのでそのバリにいる日本人ですら、うん、日光を昔の場所と、うん、まあ、認識してて、はいはいはい、まあ、ここにあることをまだ誰も知らないので。ここに来たのいつなんですか。2018年ですね。いや、まず最近ですね。5年前ですね、うんうんうん、で私が来た時はまあ2年経った後の3年目だったんですけど、で前の日光は1996年から2016年までの20年やってたんで、うんうん、じゃあそっちの方が印象がね、歴史も、うん、長いし、まあ、チャペルもあってね、はいはい、まあ、結構結婚式やられた方も多くいらっしゃって、うん、はいはい、うんうん、でまあ、ずっと皆さんそっちの記憶だったんで、うんうん、まあ、なんとかね、少なからずバリにいらっしゃる日本人に、まあ、この日光がここにあるんだっていうのを、はい、うん、まあ、知らしめたいと思って、うん、で、まあ、このねコロナ禍で、まあ、やっぱり旅行会社さんもね、うん、観光客いらっしゃらないので、うん、まあ、皆さんやっぱりこう YouTube をやってますね、撮影されてて、はいはい、で最初に、まあ、JTA さんかな、うんうん、から、まあ、撮影をしたいっていう話いただいて、はいはい、うんうん、でそれから、まあ、私 YouTube って全く見たことなかったんですけど、うんうん、ほとんど、うん、でそれをきっかけに、まあ、YouTube を見始めて、はいはい、うんうん、そしたら、まあ、まあ、HI さんもやってるし、うん、まあね、やってるやってる、皆さんこうやってるので、うんうん、もう次から次に私からうちで撮影してくれませんかっていうのを働きかけて、うんうん、で結局、まあね、その20本ぐらいかな、うん、撮影してもらっていろんな人と。あ、そうなんですね。片っ端からもうバリで旅行だったり、うん、バリホテルでヒットしてはい、はい、まあ、閲覧回数が、はいはい、まあ、1000以上ある人にはもうガンガンアプローチして、へー、でそうですね、まあ、バーターじゃないけど、うん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 、やってくださいってやって、はいはい、である程度、まあ、そこで、まあね、こう知り合いになるの で、うんうん、でそこから、まあ、ネットワークが広がって、はいはい、うんうん、まあ、ある程度認知してもらえたかなと今は思うんですけど、まあ、一番大きかったのはあれですかね、なんだっけ、サマーズの、あー、番組ありますね、世界サマーリゾート、はい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 、あれの番組も、うん、もともと、まあ、それもね YouTube 検索してて、うんうん、サマーリゾートのYouTube の閲覧が多いので、たまたまそのサマーリゾのウェブサイト見てたら、はい、国内ホテルのスタッフが自分で撮影 し、うん、したその映像を、はい、まあ、募集してますみたいな、おー、ことが書かれてたんですね、はいはいはい、で、まあね、我々国内じゃないですが、うんうんうん、ダメ元でね、うん、応募してみようと思って応募したら、はいはい、まあ、その制作会社の人が、うんうん、まあ、海外から、うん、実はバリとモルジブと、はい、プーケットと、うん、まあ、あとどっかから実は応募があって、うん、まあ、ずっと国内の企画だったけど、うんうん、まあ、海外もやってみたいと思うっていう話になって、うんうんうん、すごい、ダメ元でやる、うん、そうね、うん、まあ、別にだってね、スタッフが撮るんだったら、ね、うんうん、国内海外関係ないじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、別にね、うん、サマーリゾも海外のリゾートがメインの番組ですから、うんうん、ね、まあ、絶対可能性はあるだろうと思って、うん、で、まあ、そうですね、応募したらやってくれるってなって、へ、それは結構ね、やっぱ皆さん見てたんで、うん、見ましたよみたいな、あの番組すごいですよ、私も
あのサヌールに住んでるんで、ええ、アンダーズバリできた時にすぐ行って、うんうん、ちょっと YouTube 撮ったんですよ、うんうん、本当さらっと自分たち用に、うんうん、でそれを、まあ、別に宣伝目的でも何でもなくただ自分たちの記録として YouTube にアップしたら、うん、あの後にその番組でなんか取り上げられててそのアンダーズバリが、うん、そしたら私 そのホームページとか、うん、もうすごいアクセスがバーってきて、はいはい、夜中に何夜中にこんな何とか思ってそしたらサムリゾでやってたそうやってたアンダーズバリが特集されてたんですよね、うんうんうん、相当な視聴率というかそうですね、うん、大きいと思いますあれはそう、うん、なのでまあ本来は、まあね、あの取材で来れるようになったら、うんうんまあ、深掘り、うん、調査とかっていうことで、うんうんうん、来てくれるとは言ってるんですけどそうなったらもっと ねいろいろこうアピールできるかなそうそうそう、ね、ケンピンスキーの時もそうでした、うん、なんかできてちょっとコロナ始まってですぐ泊まりに行ったんですよ、うん、なんか泊まりに行けなくなったら嫌だから、うんうんうん、で それも動画撮ってで家族の保存用で YouTube にアップしてて、うん、そしたらその後そのケンピンスキー紹介されてそのサマリゾでそうほんでうちの YouTube すごい再生されてなんかすごいですねそうなんですよあの番組に取り上げられたら、うん、もうすごいですよ結構なるしですよね、うん、いいところにねえまあね、この間も、まあ、NHK さんの取材があって、うんうんうんまあ、それも、ね、あの結局、まあ、ネットワークなんですけどね、はいはいまあ、その紹介みたいな感じで日本の、まあ、駐日インドネシア、うんまあ、大使館が、はいまあ、いわゆる日本人 その観光客誘致のために、うんまあ、その NHK さんと確か時事通信さんだったと思うんですけど、うんうん、を、まあまあ、バリに、うんまあ、招待して、うんうんでまあ、要はバリの観光をもっと日本にアピールしてほしいっていう、はいはいまあ、取材の一環でいらしたんで、うんうんうん、本当はね、まあ、もっとその明るいこう話題を提供したかったんですけど、まあ、結局使われたのが、まあ、暗いニュースになっちゃったんですけどだったんですけどうん、まあ、NHK さんは、うんまあ、報道番組ですし、はいはいはいまあ、結局そのホテルの映像を使ってもそのテロップでこう、ねうん、ホテル名も出せないとかね、そうなんですか、まあ、いろんな制約があるので、まあ、たまたま、まあ、私のインタビューを、うんまあ、使っていただいた時は、まあ、私の、まあ、なんだろう名前ということでね、うんうんうんまあ、一応こうホテル名と名前が、はい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 、そこで初めてホテル名がやっと出るみたいなそうなんだ、まあ、やっぱ民放の方がねそうですね、ね、うん、アピールしやすいかなと思って、うんうんうんはい、もうあらゆるその海外旅行番組に応募してるんですけどねいやもうさすがですよ本当そんな何もしてなかったら本当何も起こんないんでいやそうですね私もだからこのコロナでね暇っていうか、まあ、時間もいっぱいできたんでこのバリ録音も始めたしあともう一個はやっぱアフタヌーンティー、うん、そうここのね日光さんにも来たんですけど本当なんかバリで女子会っていうかなんかね女の子がやっぱウキウキするのって、うん、こういいホテルで、うん、非日常的なそうやってアフタヌーンティーするっていうのはすごいやっぱなんか憧れでもあるし、うん、なんかそういう本当バリのアフタヌーンティーっていいじゃないですか、うん、日本のアフタヌーンティーって高層ビルのホテルの上から景色見てとかぐらいだけど、うんうん、ここって自然でもうこんないい環境であんな気分がねしかも安いすごい安くできるからそう、それをね広めたいなと思ってそういろんなホテルの行きまくったんですよいいですねもう31選になりましたうんそうだからどこが一番良かったですかもうねそれねそれみんなに言われるんだけど難しいんですよねなんかコスパで言うととか、うん、ここでとかね、うん、景色で言うとここでとか、うんね、内容で言うとここでって全部違ってきちゃうんで確かに、ね、そう難しいところでも日光さんもすごい良かったですよ本当ですかなんか
そうドリンクとかも無料でサービスしてくれて、なんか日本人に優しいと思ってやっぱりそう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 、ね、まあ、そうアフタヌーンティーはね、まあ、正直そんなに需要がないんですよね。そうなの、知られてないだけですよ。ですかね、うん、私もだってインスタで発見して、はい、なんか日光でアフタヌーンティーやってるの知らなかったんですよ、うんうんうん、まあ、そんなにね宣伝してないから、ね、そうそう、うん、だからえ絶対ここ行かなきゃってしかもすごい安かったのその時そもうバンコクではね、うん、アフタヌーンティー非常に流行ってたんですけどね、うんうん、あそうなんですね、うん、まあ、バリでアフタヌーンティーっていうとどうなんですかね、うん、まあ私はあまり経験がないので、うん、絶対来たい人いっぱいいます。だって私の記事を楽しみにしてる人もいっぱいいるし、なんか私の記事を見て行きましたって言ってくれて、もう DM とかくれる人とかもいるんで、そうそうそう、結構なんか季節限定のアフタヌーンティーとかで打ち出したらいいかもしれない。ちょっと、ね、考えましょう。ね、私も食べに行きますんで。そう、今は逆に和食の渚っていうレストランを一生懸命アピールしてるんですけど、まあその元々その日光に2018年にリブランドして、うんうん、で1年後に、まあ、この渚っていうレストランを、うんうん、まあ開業して、うんうん、で、まあ、私が着任した時は1年ぐらいだったので、はいはい、ってで、まあ、元々のコンセプトが、まあ、名前にもあるんですが、うん、まあ、居酒屋っていう、うん、コンセプトですね、はい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 、なのでその、まあ、炉端焼きがあったり、まあ、そういう、まあ、お酒のつまみじゃないですけど、はいはい、まあ、居酒屋のメニューだったんです、もともと。で、まあ、ホテルにありながら、うん、まあ、安くね、はい、楽しめますよっていう、うんうん、まあ、コンセプトで、もともと昔の日光は、うん、まあ、弁慶っていうレストランで、あ、はい、ありましたね、まあ、高級一応和食レストラン、サンデーブランチやってましたよね。そう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 、うん、で、まあ、比較的ちょっと高級路線 で、はいはいはい、でここに来て、まあ、高級和食は、まあ、受けないだろうっていう多分判断があって、うん、まあ、居酒屋にしたんですけど、はいはい、まあ、まあ居酒屋だとね街中にももちろん和食レストランありますので、うんうん、まあ、なかなかまあね、そのな違いを出すのも難しいし、うん、そのね、値段もやっぱり必然的にホテルが高くなっちゃうので、はいはいはい、まあ、なかなかその需要が作れないと思ってて、うんうん、まあ、場所もあるんですけどね、うん、で、まあ、だんだんこう国内旅行者のジャカルタから、ね、うん、いらっしゃる皆様が、はいはい、まあ、車で来る方が多いので、うんうん、結構このヌサドゥアの近隣の、まあ、それこそケンピンスキーさんだとか、うんうんうん、まあ、ムーリアさんだとか、はいはい、まあね、他のセントレジスさんだとか、うんうん、まあ、そういう、まあ、超高級ホテルに泊まられているお客様が、はいはい、渚に来るようになったんですね。それすごいですね。それで、まあ、お金持ってる人が来てくれてるのに、うん、その安いね、はいはい、その焼き鳥だとかね、うんうんうん、そんなの出してても儲からないんで、料理長もずっと前の日光の料理長でもあるんですが、はいはいはい、まあ、それこそもう、ね、和食一筋、うん、もう約40年ぐらいやってるので、まあ、当然、ね、その居酒屋メニューじゃなくて懐石とかも作れる方なのでもったいないですよね。もったいないと思って、うんうんうん、でだんだんこう値段を上げるメニュー、はいはい、そのコースメニューとか懐石っぽいメニューを売り始めたら、うん、高ければ高いほど買ってくれるわけですよ。そうなんですよ、実は、ね、だからもうどん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 高いのメニューを作って、そうなんですよ、で、まあ、そのおまかせっていうね、うん、そのなんだ響きというか、はい、まあ、本来ねお寿司のおまかせなんですけど、うんうん、まあ、バンコクでもお任せっていう言葉だけがこう一人歩きしてね、はいはい、こういう富裕層がまあお任せがね、はい、流行ってたんで、うん、うちもお任せするかっつってでもうまたすごい高い値段設定したんですが、はいはい、うんうん、もうバンバン売れるんですよ。
そうなんですよ。高ければ高いほどね入れるなと思って。そういう層っているんですよね。いるんですね。いるんですよ。そうだからラフルズとか行った時もやっぱアフタヌーンティーの値段がえみたいな値段で、はいはい、いや7万のとかあるんですよ。いやなんでって思うじゃないですか、うん、7万ってって思う。まあ2名分なんですけど、でもそれ言ったって3万5千円のアフタヌーンティーって何よって言ったら、やっぱシャンパン出たり生ガキ出たり、もう内容がやっぱそうやってただのアフタヌーンティーじゃない、ね、でもやっぱそうやってお酒も飲みたい人にはなんかあそれは安いのかなと思ったり、そうそうそう、なんかそういう、まあ、1泊100万の部屋も見せてもらって、でもなんかすごい強気なんですよ。まあ、そういう層はいるんでしょう、ね、そういるんですよ、うん、やっぱりこう私もアフタヌーンティーの記事を書き始めて、うんうん、じゃあバリ島で一番高いとこ行ってみたいとかも思うんですよ、うんうん、やっぱり、うんうんうん、ね、ピンキリを体験したいと思うし、それで、まあ、どっちも体験していいところを紹介したいなって思ってるし、うんうんね、ただ安ければ安いほどいいっていうもんじゃないじゃないですか。確かにね、うん、そうなので探してる人はいるんですよ、うん、もう超高級なものを食べてみたいとか、スペシャルな日にはそういうとこ行きたいとか、ね、そうなのですごいその戦略はすごいいいと思います、うん、いやみんなね、いや売れないよって言うんですよ。いやそんなことない、売れない売れないっていうか、うん、いやいやまず売ってみようよと、うん、って言ったら、まあ本当高い方が売れるんでね。そうなんですよ、まあ、見たことかと。そう、そうだよ、まあ、だってすごい期待しちゃうもん、この値段でどんな体験ができるのかなって、うん、ワクワクするから、そうそう、別にそれを、ね、毎日贅沢するわけじゃないから、その、ね、1回ぐらいそのスペシャルな日に行ける場所っていうのはすごいあってほしいなって思う私は。うん、うん、そう、意外になんかインドネシア人は和食が好きなんですかね、うんうん、多分味が合いますよね、うん、だって私たちもバリ料理そんななんかほらタイみたいな感じじゃないじゃん、うんうん、アジア料理だけどそんななんかすごいパクチーが効いてるとかすんごいスパイシーすぎるとかでもないから、なんか合うしお米を食べる民族だし、うん、だから多分すごい好きですよね、うん、たこ焼きとかも超流行ってて今、うんうんうん、ねいっぱい増えましたよ ね, たねなんかそう、なんか私本当日本の、うん、日本の料理絶対もっと流行ると思います、うんうんうん、そうだからまあね、やっぱり他のホテルとの差別化するために、うんうん、まあ、やっぱりもっとこう和をね、うん、日本の、うん、まあなんだろうな、まあ、商品というか、はいはい、コンセプトをもっとこうインドネシア人に向けてね、うん、こう発信したいなと思ってて、うん、でこの間は、まあ、これは逆にまあ、相手側からいただいた企画なんですが、うんうん、まあ、その浴衣をね、はいはいはい、着るっていう、はいはいはい、まあ、まあ、もなんですかね、まあ、インドネシア、まあ、バリも含めて、うんうんうん、そのコスプレがね、あ、流行ってるね、非常に人気、人気なので、うん、まあ、一つこの浴衣を着るのも、はいはい、うん、まあまあ、アニメオタクみたいなのが多いので、はい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 、そのアニメの中で浴衣着てるシーンとかもあるし、うん、まあ、自分もそういうのね、ねずこちゃんとかね、うん、着物着てるしというので、うん、まあ、最初ね、まあ、それこそ先ほどちょっとその兜のね、はいはいはい、着物あったんですけど、ね、入り口に兜あるんですよ、はい、で、まあ、その娘の学校でインターナショナルデーでなんか日本的なものをね、はいはい、動画か写真で送ってくれっていうんで、うん、まあ、私がその兜をかぶって、で、まあ、娘と妻が浴衣を着たんですが、はいはいはい、まあ、浴衣を、うん、まあ、娘は持ってたんですけど妻が持ってなかったんで、はいはい、レンタルできないかなと思って探してたら、うんうん、まあ、一人だけそのレンタルしてる人がいて、はいはいはい、まあ、インドネシア人なんですけど、頼んだらもう本当もう、まあ、正直しょぼいね、うん、浴衣で、うんうん、ビニール袋にね、うん、こうスーパーのビニール袋みたいに入れて、はい、うん、入って持ってきたわけですよ。なんだこれと思って、うん、で、まあ、一応
それしかないから、はい、それ着て撮影したんですけど、うん、まあ、その後に、まあ、日本人の今度は方がちゃんと着付け師で、はいはいはい、まあ、親が、まあ、呉服屋なんかで、はいはいはい、もう本当にしっかりとした方で、うんうんうん、まあ、浴衣も、まあ、バティックの生地で作られてて、天海さん、そうそうそう、この前インタビューしました。あ、本当ですか、はいはい、でその天海さんから、うんうん、まあ、まあ、もともとね、それも、まあ、偶然の出会いなんですけど、うん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 、まあ、チョンティっていう、はい、そのお茶屋さんって知ってます？知らないです、まあ、この方が、まあ、インドネシア人なんですが、うんうん、まあ、日本のその抹茶のお店を出してまして、それこそその日本から茶葉を、うん、ね、輸入して、はい、うんうん、まあ、一応本格的な、まあ、抹茶を出すんですが、うん、まあ、その方が、あ、まあ、うちの渚と、うん、まあ、コラボして、はいはい、まあ、うちの、その和食の料理長が、うん、まあ、一応そのなんだろう、資格を持ってるんですね、うんうんうん、お茶の、はいはい、でそのなんだろうな、茶道の、うん、まあ、ワークショップじゃないんですけど、ここを、まあ、共同でやりませんかっていう話があって、でその方と、まあ、コラボしたんですね、うんうんうん、茶道の、うんうん、そしたらそのチョンティのそのオーナーの方が、うん、その天海さんに、はい、この和食、あの浴衣の、うん、その着付けのワークショップやりましょうって言って、なるほど、まあ、この人が、まあ、いろんなところとコラボをやってまして、うちはその茶道もやったし、うん、あの料理長の稼働も持ってるんですね、資格。すごい、すごい。で、まあ、両方やって、はいはい、でその天海さんがその浴衣のコラボをするのに、うん、まあ、日本の作法じゃないけど、うん、まあ、お茶をね、うん、やられてるお店なので、うん、うちの渚のその茶道教室みたいなのがあるんで、うんうんうん、それに一回体験でいらしたんですよ、はい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 、でその時にまあ、お会いして、で実はあの浴衣作ってるんですよみたいな話があって、でそこでつながってたんですが、あのその後にあの天海さん の, その旦那さんから、はいはい、まあ、実はその話を共同でやりませんかっていうのをいただいて、なるほど、そうで、すごいですね、まあ、そうつながって、この前ですよ、本当インタビューしたの。あ、本当ですか。しかもなんか、ね、バティックとの融合で、そうそう、なんかね、インドネシアと日本のなんか、ね、架け橋じゃないけど、ね、本当素敵だなと思って、うんうんうん、なんか帯とかもデニムとかでできてて、うんうん、おしゃれでかっこいいし、ちょっと流行らせたいですよ ね, ね、まあ、バティックは、ね、やっぱ人気ですしね、うんうん、ちょっとね、それも今アピールしてるんですけど ね, ね、うん、なんかパジャマが浴衣のところとかあるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうのもね、まあ、あ、そうなんですね、ここも、はい、あ、それね、そう、それも楽しいですよね、多分外人からしたらそうそう、めちゃめちゃ新鮮ですよね、ガウンじゃないみたいな、うんうん、そうですね、うん、そう、まあ、なんかそういった、まあ、新しい企画、うんうん、まあ、今まで、まあ、本当にお茶の、うん、まあ、ワークショップだけだったんですが、うん、まあ、たまたまそのチョンティさんの話で、まあ、稼働もやるよって言って、うん、まあ、フラワーアレンジメントのワークショップやったら、うん、まあ、それも結構人気があったので、うん、まあ、本当は和食の料理長なんですけどね、はいはいはい、茶道も稼働も今、ね、一応やれるようにね、うん、商品化して、すごいすごい、で、まあ、それと合わせて浴衣もね、着付けできるし、うん、まあ、そういうね、日本文化に触れたい外国の方とか、うん、ね、このローカルの方とか、ね、すごい宣伝したいですね。そうなんです、そうなんです、ね、今度はそうです、ね、日本人会の着物同窓会の方々が、うん、まあ、集まって、やっていただける予定なんですよね。あ、そうなんだ、そういう会もあるんですね。そうです、そこからまたこうちょっとね、うん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 、広がっていけばなと思ね、でも宣伝になるといいな、このチャンネルも。よろしくお願いします。ねえ、もう、1時間20分も喋ってもらいます。すいませんね、長々。いやいや、こちらこそ。
盛り上がってしまいました、ね、ありがとうございます。でね、このチャンネルね、みんなに聞いてることがあるんですけど、はい、あのこうバリ島移住のメリットとデメリットを聞いてるんですよ。メリットデメリット、うん、いろんなところに住んだことがある、うんうん、長谷部さんはどんな感じですか。まあ、まずそうですね、まあ、生活費がまず安いですよ ね、 安いですね、うん、贅沢しなければ安いですね、うんうんうん、まあタクシーは多分バンコクの方が安いんだと思います、ね、そうなんですか、うん、バンコクめっちゃ安いです。いくつですか、いくらですか。初乗りが、いくつ、70バーツぐらいだったと思いますね。70バーツってことは、まあ、200円ぐらいかな。バリの方が安くないですか。バリも安いですか。バリ結構ね、1時間ぐらい乗ってもそう100バーツぐらいだと思うね。あ、じゃあ安いですね、タイの方が。バイクはね、うんうんうん、あとそうですね、まあ実際住んでみて、うん、まあ、バンコクからバリに来るって決まった時に、うん、まあ、一番最初に心配したのが、うんうん、やっぱり和食のスーパーあるかなっていう、ね、なるほどね、食で、うん、まあ、うん、まあ、パパ屋さんがあって、うん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 、で3月に来る前に、はい、まあ、その前のその創始アニーとの引き継ぎもあって、うんうん、1月に1回来たんですが、うん、はいはい、まあ、その時にその学校のね、はい、手続きだったり、うんうんうん、そのね、スーパーで売ってるかなとか、はい、下見とかね、いろいろした時に、はい、まあ、まず一番気になったそのね、スーパーがあるかっていうのと、はい、まあ、治安もそうですし、うんうん、まあ、住むところですね、うん、まあ、結局その住むところと学校と食べることが、はい、まあ、一番重要な要素だったので、うんうんうん、まあ、あの学校はね、さっきちょっと、まあ、バンコクと比べてって話がありましたけど、良さそうな学校もあって、うんうん、まあ、住むところも、まあ、まあ、本当は今はね、うん、ホテルに今住んでますが、ね、ここに住んでるんですよねこの部屋じゃないですけどね、もう羨ましいですけどね逆にまあね、本当は、まあ、ビラなのかね、うん、そういう外でね、はいはいはい、家を借りる予定だったんですけど、はいはい、まあ、それはね、うん、10万円ぐらい出せば、うん、それ相応の、うん、借りれますからね、借りれますからね、うん、それは非常に魅力的ですし、うん、確かに、まあ、デメリットっていう意味では、まあ、やっぱりリゾートなので、はい、まあ、バンコクだったらね、まあ、タクシーもあれば、うん、その BTS っていうね、はいはい、電車もあるし、うん、まあ、こう、まあ、夜なんだろうな、移動、はいはい、交通手段に困らないですが、うん、まあ、バリだとね、確かにやっぱり、うん、まあ、バイクか車、バイクか車でまあ、バスもあるけど乗んないですもんね、日本人の方は。タクシーもちょっとね、うん、タクシーも、うん、使いにくいですし、うん、まあ、最初はね、そのブルーバードがいいって言ってブルーバードを使ってましたけど、そこが、まあ、ちょっと移動がね、うん、バイクっていうのがちょっとね、はいはいはい、めんどくさいかなっていうのと、雨降るとね、あれだし、うん、そう、まあ、雨降って、まあ、洪水じゃないですけどね、うん、まあ、水たまりがあちこちでできるっていうね、これバンコクも一緒なんですけど、あ、そうですよね、雨季は ね、うん、アジアはね、大変ですよね。 それ以外は、まあ、メリットの方が多いと思いますけどね。そうですよね、まあ、皆さんデメリット結構考えて、考えないと思いつかないみたい な感じの方の方が多いかな。まあ、今だと、まあ、やっぱり 医療関係が不安ですよね。そうですね、まだね、そこら辺はちょっと不安はあるかも、ね、手術とかになるとね。そうそう、まあ、そういう意味じゃバンコクは、まあね、シンガポールからも来るぐらいの、はいはいはい、やっぱり、まあ、医療大国というか、医療の最先技術がね、結構集まってたので。そうですよね、まあ、この先サヌールにもね、なんかね、今国際病院ができるっていうね、いい病院ができるらしいんで、ね、まあ、この先はもっとちょっとそういう安心も増えるんじゃないですかね、うんうんうん、その医療系の不安がある人には。そうですね、うん、
やっぱりね、その話戻っちゃうかもしれないんですけど、うん、その当時 BIMC の病院と提携した時に、うん、はいはい、まあ、病院の院長さんと話してた時に、うん、やっぱりその医療ツーリズムっていうかね、はいはいはい、それも非常に、まあ、世界的に大きなマーケットなので、まあ、バンコクもその医療ツーリズムでね、はいはいはい、まあ、その中東からね、はいはい、長期滞在に来られた方がいるので、うん、まあ、今インドネシア政府もそれを目指してるんですよね、サヌールに。そう、あの本当サヌールビーチの目の前に立つみたいな感じで、いいですよね。こう、ビーチの前なんですか？ビーチ沿いですよ。そう、超いい土地、すごいいいところです。だからあんなリゾート感覚で入院できるって、うんうん、めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですね、なんかそれだけで治癒しそうじゃないですか、うんうん、なんかこうリラックスして、そう、ね、入院してるって感じじゃなくて、ねね、リゾートでのんびりしてて、そうそうそう、勝手に病気が治るっていう、うんうんうん、いや、なんかバリそういう島だから治りがいいと思うんですよ、私、うんうん、まずはね、そう、なんだろう、精神面からね、そう、ストレスが、うんうん、そう、なんか結構こっち来て車椅子の人が歩けるようになったり、うん、あるんですよ、その本当事例が。うちに来たゲストさんで難病の子が良くなっちゃったり、そう、治るとか言っちゃうとあのね、まあまあ、うん、ダメなんだろうけど、本当に激変した人何人も見てるんで、あのうつ病が治ってね、良、うん、くなっちゃったり、そう、すごい不思議な島だと思う、確かに、ね、ここ、うん、なのでそういう方面でも観光客を取り入れるというかね、そうですね、うん、まあ、ただ遊びに来るだけじゃなく、うんうん、癒しに、癒されに、そのポテンシャルはめちゃくちゃ高いと思いますよね。でも私もやっぱバリエステがきっかけでもうバリにハマったんで、うん、やっぱバリの人のそういう癒す力、うんうん、やっぱお祈り毎日してるからか知んないけど、うん、すごい癒されるなっていうのはすごい感じた。いろんな海外行ったけど、うん、バリが一番それがすごい力があるって思う。スピリチュアルだね、うん、そう、本当そういうの関係なくて、そういうのをあんま意識してない人でも多分感じると思います。だから多分意味もなくリピートするんだと思う。なんか何があるわけじゃないけど、あそこ行ったらなんか違うみたいな、そうそう、そういうのがあるんだと思うんですよね。だからまあハワイとは全く違うね。違う、なんかね、似てるけど違うんですよ。うん、だからね、プーケットもね結構行きましたけど、うんまあ、プーケットより断然バリだし、断然バリですね。まあ、ハワイと比べても、まあ、私はバリの方が好きですけどね。私も今となれば、最初ハワイ好きだったんですよ。うん、でもバリを知っちゃったら、いやバリかなって、ね、うん、断然。何なんですかね、この魅力。なんかお金も減らないんですよ、バリの方が。なんかハワイでマンダラスパとか行ったら、もう500ドルとかするんで。確かにバリだと何回行けるみたいな、うんうん、だから最初1回目のバリはスパ巡りしてました、毎日、毎日もう1日3軒とか行って、1日3軒行ってもえ1万円なくなんないみたいな、まあ、まず物価が魅力ですよね。もう本当魅力です。うん、ねえ、だからまあ本当、うん、住んでみてさらにこう魅力がね、うん、この、うん、なんだろう、任務っていうのは決まってんですか、こうないつまで。基本的に決まってないんですが、うん、まあ、大体 3,4 年が、まあ、そのサイクルなんですね。いやでもまだまだ痛いですよね。まだまだ痛いですね。こんな状況で2年過ごしちゃったから。もうね、ちゃんと結果出して、ね、盛り上げたいですよね、せっかくならね。今年こそ、ね、今年こそよろしくお願いしますよ、ね、もうバリの神様ということで、はい、この番組ってあのお友達を紹介してもらってるんですけど、誰かこう出てくれそうな方いますか？いや、出たい人は今結構いると思いますけど。いますか？うん、まあ、どういう方かいいかですよね。どんな方でも、まあ、もしかも取材されちゃってるかもしれないですけど、あ、天海さんとかね。
や何人でもいいんで、本当ですか、できれば声かけてもらったら嬉しいかなと思います。結構みんなシャイだから、うん、なんかちょっとそういうカメラの前で喋るの苦手みたいな感じでお断りされる方もいるんで、うん、でもなんかこういうなんだろう、うん、ビジネスしてる方とか、うん、宣伝になればなと思ってるんで、うんうんうん、ぜひぜひ、わかりました、よろしくお願いします。はい、ということでもう1時間半も喋っちゃいました。今日も盛り上がってね、はい、そんな感じで、この動画が良かったなと思ったり役立ったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンとコメントの方よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は長い時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。